クラトゥムベーン軍は、大中部、サムットサー高ーン県の軍の一つ。クラトゥムベーンとは、平たい首長玉花の木のという意味である。クラトゥムベーンの地域は、サムットサー高ーンの一部であったが、1900年、サムットサー高ーンから独立。1926年、政府は、サムプラーン軍から、タムボンターマーイ、タムボンバーンヤーン、タムボンのオンの区会。 タムボンオームの王を分離させ、クラトトムベーン軍に編入した。軍内の重要な水源は、ターチイン側、パーシーチャルーン群河である。軍は、ターチイン側の形成した平地に位置する。軍内の44%が農業で生計を立てており、32%が工業、24%が工業で生計を立てている。主な農産物は、バナナや、 太ももなどの果物であり、工業では、家内製工業が多数を占めている。軍は10のタムボンに分かれ、さらにその階に76の村がある。軍内には2つ自治体があり、以下のようになっている。また、軍内には8つのタムボン行政体がある。ありがとうございます。